僕坊主にしたいんですよ。坊主の弁護士いいですね。やりて、いよいよ来るんじゃないかなって。俳優高杉真宙、大河ドラマや数々の話題作に出演する実力派俳優。秋に公開予定の主演映画オアシスでは、普段の爽やかなイメージから一転、社会からはみ出したアウトローな役柄を演じます。ほんの少しのことで。そんな躍進を続ける高杉さんが今年俳優15周年を迎え、フォトブック曖昧をリリースし、記念イベントを開催。さらに TBS の独占インタビューで、うちに秘めた野望を明かしてくれました。皆様、高杉です。よろしくお願いします。暑い中ありがとうございます。曖昧は距離感の近い作品になればいいなと思って作らせていただきました。前編通してフィルムカメラで撮っていただいて、なんかそういうのも含めて、まあ一人旅をただただ撮られているとかでもいいですけど、覗き見しているだったりとか、一緒に旅しているっていう、そういうなんか近い距離感っていうのは自分の中でありましたね。長崎は今一番行きたい場所だったとか、はい、実際に行かれてみて印象的な思い出を何か教えてください。幼い頃行った記憶が強かったんですけど、幼い頃だと目線が低かったんだなっていう感じがして、大きくなった時の目線とは随分と様変わりしているような感じがして、なんか食べ物が目の前にあるとこれやっぱ食べたいなって思ったりとか、なので目当てだった角煮まんとかも食べられて僕は嬉しかったですね。はいはい、これなんですけれども、この写真を選んだ理由は、長崎っぽい、その長崎っぽさっていうのはあんのかな、これそれはちょっと怪しいな。ただまあ風景画も含めて自分が主というよりは、なんか写真1枚として好きな写真っていうのを選びたくて、この写真にさせていただきました。あとなんかこの背格好が不格好で、それもまだなんか僕っぽくていいなと思いながら。この本の出来栄えを点数で例えると何点ぐらい？僕かなり気に入ってますマジで。まあもちろん間違いなく100点だと思っているんですけど、大きさだったりとか、そのフィルムで撮ったからこその近さだったりとかっていうのが、自分の思ってた以上に皆さんの力で出来上がったなっていう感じはしてます。100点っていうとメダルで例えると？そりゃ金メダルですよね。僕の金メダルです。タイトルが曖昧っていうのはどこから来てるのでしょうか？はい、フィルムの撮った時のわからない感じ、曖昧さだったりとか、なんだっけ、自分のカメラで、あ、そう、自分のカメラっていう、その、あ、それです。それです。私と、私のカメラとっていう意味もあります。カメラと一緒に旅に出るとかっていうイメージもあって、曖昧ですね。はい、フォトブックには高杉さんが雑誌の連載で2年半、インスタントカメラで撮影してきた写真も掲載されていますが、超インドアな高杉さん、苦い思い出があるそう。改めて詳しく伺いました。連載、2年間の連載の中で、これ本当に外に出ないので、カメラを外に出て撮らなきゃいけないわけじゃないですか。だから撮んなきゃ撮んなきゃと思って外に出て、無理やり出て撮ったりしてたんですけど、水族館だったりとか東京タワーだったりとか観覧車だったりとか全部頑張って一人で乗りましたもんね。ひそひそ話されたって。そうなんですよ。めちゃくちゃ恥ずかしかったです。やっぱ一人で乗ったの初めてでした。いや、そりゃそうですよ。観覧車一人観覧車ね、なんか上がるのはいいんですけど下がるとき結構虚しいですね。結構きつかったっすもん。もう一回乗るなんてもうないですよ。こちらの写真には高杉さんの俳優論も添えられていて、俳優という仕事自体は誰でもできる。そこからどうやって自分の表現にするか、役柄を導くかというプラスアルファがあるから俳優は面白くて奥が深い。2年半の連載でいくつもの名言を残してきた高杉さん、役作りで大事にしていることは？
っぱ2年間の連載ってこういう気恥ずかしさっていうのがあるじゃないですか。本当に気をつけようと思いますよね。自分の役を他の人がやった時にどうなるかっていうのってなかなか知る機会ってないじゃないですか。だから自分っていうものを客観視できることが必要なのかなと思ってます。なんか客観視することによって自分ってこういう人だなと思うことによってそれが役に影響することっていうのはあると思っていて、なんかやっぱ読む人とかやる人によってその経験してきたものっていうのは違うので、自分っていうものを知れることの強さみたいなのはなんか僕は人があるといいなと思ってます。7月4日に誕生日を迎え28歳になった高杉さん、30歳を前にどうしてもやりたいことがあるそうで。僕坊主にしたいんですよ。楽そうじゃないですか。10年間言い続けてるんでいよいよ来るんじゃないかなって。来ないでしょ。僕いつでも受け入れたいですよ。自分からはしないんですか。やっていいんですか。止められてるんですか。いや止められてはないんですけど、基本皆さんが僕に仕事をこういう役をやらせたいって時これを見てるわけじゃないですか。急に現場に行ってたらこいつ坊主じゃんってなったら、だったらっていう風になる可能性もあるんで。坊主役を待ってる。待ってるっす。さらに挑戦したい職業も。役も弁護士さんに挑戦したい。あ、そうなんですよ。まあ、なんか坊主と弁護士両方やりたいですか。坊主の弁護士いいですね。やりてえ。あ、そういうことじゃなくて坊主の弁護士じゃなくて。どっちかっていうとじゃあどっちですか。まず坊主です。譲れないです坊主。理想は弁護士役の坊主だったら最高ですね。あるかな、ありますかね。なかなか世間ってね、その見ないじゃないですか。本当に甲子園の野球部たちとかっていうイメージしか僕ないんで、河川寺中年役かとかって、ね、丸刈りの弁護士役を夢見る俳優高杉真宙さん、プライベートでは自称ダメな生活を見直すためにあるキャンペーンをしているのだとか。生活を豊かにしようキャンペーンです。僕でも本当にダメなんで、ソファーで寝るとか寝落ちが好きだったんで、寝落ちが好きっていうか寝るって決めて寝るっていうことがなかったんですよ。けどそれもやめて。変わりましたか。ちょっとの変化はだいぶ、ちょっとの変化はだいぶ少しずつ小さな変化が積み上がってみたいな感じですかね。キャンペーン中も変わらない大好きな趣味はゲーム、漫画、アニメ。変えた方がいいんですかね、私生活豊かにするには。変えろってことですか。実は新たに始めたこともあるんです。最近筋トレ始めたって話は結構喋ってるんですよ。僕プロレス超好きなんですよ。プロレスラーの体が好きなんですよ。ああなりたいなっていう憧れはありますよ本当に。いつ頃から鍛えてますか。去年の12月くらいですかね。まあ全身つけたいんですけど足全くつかないですね。足つけたいんですけどね。そうなんですよ。やめてもらっていいですかちょっと。肩から腕にかけてはやっぱね分かりやすいんですよ。大きくなったなって。半年以上は鍛えてるんですけど。なんですか文句ですか。僕に対する文句ですか。ちょっとずつでも体重増えたんですよ。ちょっとずつついてきた筋肉見せてほしいのですが。絶対嫌です。だって一個も成長してないですからね。いやもうちょっとついてからにしましょう。全然です。家庭見られるのが一番恥ずかしいんですから。言ったらみんなひょろひょろからこれからマッチョになっていくのかなって家庭見るじゃないですか。家庭見られるのが一番恥ずかしいですから。いつの間にかあいつめっちゃ筋肉ついてるが理想なんですけどね。フォトブック曖昧にかけて高杉さんの明確な未来は。
坊主ですだってもう言うしかないって素敵な作品だったりとか、まあそれは映画、舞台、ドラマ、本もそうですし、なんかそういうね、素敵な作品っていうのに僕が巡り合うことによって、なんかその僕の応援してくださっている皆さんが見るためにいろんなことを知っていただけると、なんかまた一つ共有できるのかなと思っていて、なんかそういう幸せの共有っていうのはできたらいいなとは思います。僕自身の強みみたいなのを見つけられたらいいのかなと思いながら生きてますけどね。明確じゃなくて曖昧ですね、だいぶいつかマッチョで丸刈りの弁護士を演じる高杉真宙さんが見られるのを楽しみにしています。